宇和海産のアコヤ真珠を中心に総額5億円の真珠製品が並ぶ展示即売会が今日から松山市で開かれています。今日から始まった JFA 姫パールフェア2023、会場には全国有数の真珠産地宇和海のアコヤ真珠を中心に世界の真珠のアクセサリーおよそ3000点が並びます。フェアでは3000円のブローチなどリーズナブルなものから1000万円を超える高価なネックレスまで市場価格の3割から4割引きで販売されていて、総額は5億円となっています。こちら宇和海産真珠の中で最も高い466万円のネックレスです。大きくて重みがあって輝いています。会場を訪れた人は実際に身につけるなどして本物の真珠の輝きを感じながら買い求めていました。とてもいいです。はい、娘にちょっとプレゼントで、はい、また今回初めて加工する前の真珠本来の輝きを見てもらおうと先月行われた浜揚げ真珠品評会で受賞した真珠も展示されています。愛媛県漁協によりますと宇和海では今年も大量死の被害が出ているものの去年並みの生産量を見込んでいるということです。今年は餌が豊富だったこともありまして巻きの厚いしっかりとしたいい真珠が出来上がっております。真珠はですね敷居が高いとかって言われる方もいますけれども数千円からございますので気軽にですね使っていただいてまずどんどんまず県内の方から使っていただいてそれから全国に向けて広げていっていただきたいと思っております。 JFA 姫パールフェア2023はあさってまで開かれています。